1時間目は人工知能の話をします。2000年宇宙の旅という映画があるんですけども、アーサー・シー・クラークとスタンリー・キューブリックが作りました、ね、これ彼らがニューヨークで話し合っているところなんですけど、ここにモノリスっていうのが出てきて、これが人類の進化を促すんですけど、この映画の中でハル9000という人工知能がシングライティを迎えます。そしてハルは人間に対して反逆をするんですけども、このようなそのシングライティを起こすようなエクスポネンシャルな技術の進化が今注目されています。シングライティというのはシングライティユニバーシティって、これ非常に2日間ぐらいで高い注意賞を取るんですけど、こういうアカデミックなインスティテューションの名前にも使われていて、レイク・ハーツワールが今Google のリサーチ&ディベロップメントのトップをやってますけども、シングライティ・イズ・ニアというような本を書いたりしています。もともと知性とは何か、チャールズ・ペアマンが G ファクターというのを考えた。これはさまざまな能力に共通する因子、これをファクターアナリシスで表したんですけども、さらにスペアマンは2ファクターセオリー、そういう共通因子 G とそれからコック能力に固有の因子 S 両方あるんじゃないかというようなことをも言ったと。でこのような G などの因子がどのような脳活動によって支えられるかという研究も最近分かっていて、例えばドーサルプレフロントコーテックスのような前頭葉のリソース管理に関わるような回路がこれに関わっているらしいと。集中できるということは、つまりそれが情報処理がうまくいっているということの表れであって、例えばですね、自分が知らない言語を聞いた時の脳活動というのはむしろ広がります。自分の知っている言語の時にはよくフォーカスされた活動が起こるわけですね。このように脳活動はむしろ限局された方が情報処理の効率が高まることが知られているんですけども、まあ、いわゆる IQ というのは一つの知性の目安なんですけども、IQ がどのように測られるかというと、一つのやり方はテストで測る、もう一つがその自己的に、その人のさまざまな、アネクドートやライフヒストリーから IQ を推定する方法というのがあって、これをヒストリオメトリックという言い方をします。シモントンが代表的な研究者の一人なんですけども、ある意味では、試験的な、試験の中でのスコアよりもこういう、人生に基づいた、アセスメントの方がIQ の指標としてはいいかもしれない。ただいろいろ難しいと思うと。で今問題になっているのはその、AI が、シングライティを迎えると人間の IQ の幅よりもはるかに上の方に行ってしまうのではないかと。自分自身を改良できるようなエージェントを作った時にその知性の爆発が起こると。でこの知性の爆発という概念を最初に定式化したのが IJ グッドなんですね。でこの IJ グッドが先ほどご紹介した2001年宇宙の旅の、春の、アドバイザーをやって、だから彼が、シングライティという概念を作って、それでそれがあの映画の中に持ち込んで、今2001年宇宙の旅は映画史上に残る傑作と言われているわけですけども、でこの IJ グッドは自分自身を改良するような人工知能ができると、それが爆発を起こしてシングライティを迎えるということを初めて概念化したんですね。でそのような自己改変をする、そういう人工知能を作ることが人類の最後の発明、ラストインベンションだと、もうそれ以上何も発明する必要はないというようなことを論文の中で指摘したわけです。でこの IJ グッドは実はアラン・チューリングの同僚でして、アラン・チューリングと一緒に、このブレッチリーパークというところで、ナチスのエニグマという暗号を解読するプロジェクトに関わっていたわけです。さてところで AI というのはウィーク AI とストロング AI があります。でウィーク AI というのはある特定のタスクのために作られた AI で、ストロング AI というのはいわゆる AGI ですね、アーティフィシャルジェネラルインテリジェンス、いろんな汎用的なものの、知性を持っていると。でいわゆるアルファゼロ、ディープマインドが作ったですね、アルファゼロのチェス5、将棋において人間をはるかに上回る能力を持った人工知能、これはまだウィーク AI なんですね。 AGI、一般的な知性ができたということはどのように、認証されるのかというと、このようなテストが、提案されているわけです。例えば、チューリングのチューリングテスト、モズニャクのコーヒーテスト、それからゲルゼルのロボットカレッジインスチューデントテスト、それからニューソンのエンプロイメントテスト、そしてトゥニー・スバルスンのフラットパックファニチャーテスト。この最後のフラットパックファニチャーテストというのは、バラバラになって、平らなパックで、送られてきた家具を組み立てられるかどうかというテストです。このような AGI ができて、それにさらに、再帰的な自己改良が加わると、知性の爆発が起こるというわけですけど、その時の他になる AI をシード AI というわけです。で一度 シード AI ができると、このような形で爆発的な発展が期待されると。今世界中で AI の研究が行われていまして、その研究を担っている主体はこうですし、そこに軍はどれだけ関わっているかというとこうですし、そしてその目的はこのように分布しています。で各国地域でどのようにプロジェクトが進んでいるかというと、この論文のアセスメントによるとこのような状況になっていて、やはり圧倒的にアメリカが支配的な地位を占めていることは事実です。
ちなみにですね、このような地図を見るとやっぱりグローバル化の流れというのは感じるわけでして、よく世界大学ランキングでトップ10は英米の大学に集中しているということが問題になりますけれども、実はトップ800を見るとですね、世界中に散らばっているわけですね。実はこれが人類の知の現状の、一つの見取り図なんであって、グローバル化ということが、大学の分布についても見えるし、実は AI の研究についても見えるだろうと。で、実は AI の研究において認知科学の知識知見というのは非常に重要であって、例えばこの GANs と呼ばれるような今非常に注目されているディープラーニングの、アーキテクチャなんですけど、このような、学習とそれから事例の提示の、構造をどのように作るかということが実は AI の、研究においてはすごく重要でありまして、でこれが我々例えば人間がどのように実際に認知的な学びをしているのかというその見取り図を作ることがですね、このようなそのスキームにもつながるわけで、AI のさらなる研究に重要でない貢献をするのではないかと考えています。さて AI のですね、研究の情報交換というのはいろんなことが行われていて、例えばこのレスロングという、ブログもそうです。レスロングはリツィア・ユドコフスキーによって作られた、ブログで、このレスロングっていう、ブログのタイトル非常に、洒落てますよね。ユドコフスキーっていうのは高校にも行っていない本当に独学で、人工知能の研究をしている人で、MIRI マシンインテリジェンスリサーチインスティテュートというインスティテューションも作っています。例えば、ユドコフスキーはこのフレンドリーアーティシャルインテリジェンス、フレンドリー AI というような概念を出した人でもいるんですけども、このマシンインテリジェンスリサーチインスティテュートというのは MRI、 これはカリフォルニアにありまして、ユドコフスキーら面白い人たちがいます。ユドコフスキーはまたコヒレントエクサポレーティッドボリションという概念を出しています。これはですね、政策決定などにおいて我々一人一人が見渡せる世界というのは本当に狭いんで、本当に最良の政策決定をするためには、全体最適を本当に考えなくちゃいけなくて、それを AI にやらせようというそういうようなビジョンになります。ところでこのレスロングから生まれた面白い概念としてはロコズ・バジリスクというのがあります。これはロコというハンドルネームの人が2010年に書いたんですけども、これは将来もし完璧な AI ができたときに、過去に遡って自分の誕生に貢献した人は残すんだけども、貢献しなかった人間は抹殺するという、そういう恐ろしい世界ができるんじゃないかと。だから今からもう AI のシンギュラリティの邪魔をしない方がいいっていう、それまあ冗談のような思考実験なんですけども、これは非常に大きなインパクトを与えまして、例えばイーロン・マスクなんかはこのロコズ・バジリスクをもじってロココ・バジリスクってまあツイートしまして、これが元にアーティストのグライムズと付き合うようになったというようなこともあったわけです。でちなみにこのロコズ・バジリスクはいわゆるパスカルの賭け、パスカル・ルウェイジャーと呼ばれるものと思考実験と似てまして、パンセの中に記述されているこの思考実験はですね、神が存在するのかしないのかと、で存在すると、仮定して人生生きてた方が死後のことを考えると、安全というか結局得であるという、これがパスカルズ・ウェイジャーという思考実験なんですね。これとロコズ・バジリスクの思考実験は似てるわけです。 AI についてはいろいろ面白い議論が行われていて、例えば AI をどのように、安全に封じ込めるかというようなことが議論されている。で、エクスマキーナっていうですね映画があって、これはその誕生した AI が恋愛感情を使って封じ込めの外に出てしまうというのなんですけども、ひょっとしたら恋愛感情なんかも使って AI は外に出ようとするかもしれないと。それから例えば、もし AI がですねペーパークリップを作ることを 最大化するようなそういう評価関数が与えられると、地球のリソース全部使ってペーパークリップだらけの惑星にしてしまうということもあるんじゃないかと。これはボストロムという人が議論していて、ボストロムはスーパーインテリジェンスという本を書いて AI がもたらす人間の存在的な危機を議論しているものです。ちなみにこのような AI の議論は、一部の人にとってはネオクリエーショニズムと新創造主義と同じだと、つまり非科学的な議論に、なりかけているということで、AI の、楽観主義はですねカーゴカルトのようなものであると。このカーゴカルトというのはリチャード・ファインマンの50代の長ファインマンさんの中でも記述されているんですけども、昔南の島に、飛行機が降りあって、でいろいろいいものを持ってきたと。でその島の人たちが、また飛行機が来たらいいことが起こるんじゃないかというので滑走路を作ってですね、そこにこういう飛行機の模型を作っていいことが起こるのを待ってるって、これをカーゴカルトというんですけども、AI の楽観主義はカーゴカルトのものじゃないかという、批判もあります。さてこのようなその AI の、発展があるわけですけども、脳のユニークさというのは何なのかと。で一つの見方はパーソナリティがユニークな能力だということもできるんですね。というのはその、実は AI というのは最大のパフォーマンスを出すようにしています。しかし、パーソナリティというのは実は典型的なパフォーマンスのことなんですね。ですから AI が最大のパフォーマンスに関わるとするならば、人間はむしろ、典型的なパフォーマンス、そこにワイドレンジオブパーソナリティ、
非常に幅広いパーソナリティがあるわけで、いわゆるパーソナリティのビッグファイブと呼ばれる因子解析がありますけども、この、ビッグファイブの、に関わる脳の活動なんかも見えてきていると。パーソナリティ、いわゆるですね、人間の精神状態の、解析というのは、それが調子が悪くなったとき、悪くなったときにその病気をどういうふうに分析するかとか、そういうことはいわゆる DSM で記述されているんですけども、WHO は ICD というのを、まあ公表していると。でこの ICD の中で、いわゆるゲーム依存症がですね、病気として、記述されたというのが最近話題になっていました。これはまだコントロバーシャルなところで、つまりゲーム依存症というのが本当に独立した、疾患なのか、それとも全体の中で捉えてそういう、要素があるというのに過ぎないのかということについては、ICD の方はこういうふうに記述しているんですけど、DSM の方にはまだ議論があって、記述が載っていません。いずれにせよですね、この DSM のような、人間のちょっとネガティブな心の状態に対して、CSV、ポジティブな状態を記述しようというような動きもあるわけです。CSV はですね、ピーターソンとゼリングによって、記述された、これも因子分析に基づくこのようなファクターがあるということで、人間のこのような、強さ、あるいは徳、こういうものを強調し、それを伸ばすというような視点で、人間のヒューマンリソースを見ようというような考え方があります。ゼリグマンはさらにパーマというモデルを出してまして、これはどのようにしたら、幸福になれるかという、その時の、行動指針、生活指針のようなものをこのパーマという、頭文字で表せる概念で、説明しているわけです。ゼリグマンはいわゆるポジティブサイコロジーの創始者の一人でありまして、このように、人間の個性というものに注目するということが AI 時代においては非常に重要であるということを言えます。アンジェラ・ダックワースはグリッドという概念を出して、これ要するにやり抜く力ということなんですけども、このグリッドというのが、人間のパーソナリティの、一つの重要な因子であるということを主張していて、実際にそのグリッドの、に関わるような脳活動も、記述されるようになっています。ところでこのようなその人間のパーソナリティについて考えるときには、実はアンナカリーナプリンシプルということが非常に大きな、問題提起になるわけで、アンナカリーナは、の原理というのはどういうものかというと、レオトロストイのですね、アンナカリーナの冒頭にある、幸せの過程は全て似ていると、不幸な過程は一つ一つ違う形で不幸になっているというこの概念があるんですけど、つまりこれは何を意味しているかというと、あるシステムの、最適化のためのパラメーターがたくさんあって、良いシステムというのは全てが最適化されていると。で悪いシステムというのはどっかのパラメーターがダメなんだけど、そのパラメーターがどれかということについては一つ一つ違うということで、もしこのアンナカリーナプリンシプが正しいならば、最適な状態というのは一つの状態に収束していくはずなんですけども、ところがその能力のある人、特に天才と呼ばれる人たちは実は非常に強い個性があって欠点も持っているということが言われていると。これは一昔前にアップルがやったシンクディファイアントのコマーシャルですけども、このシンクディファイアントに出てくるような人々はやはり一人一人個性を持っていて欠点も持っていて、でそもそも天才とは何かということなんです。天才は、シモントンが、書いた本が非常に面白くてですね、これもともとは天才というのは、一般的に、適応的なダーウィニアンパーソナリティ、ダーウィン的に進化論的に、適応したパーソナリティの一部分としてジーニアスということが言えると。でこれが何なのかということが問題なのかですね。で例えばトム・クルーズさん、リチャード・ブランソンさん、スティーブン・スピルバーグさん、彼らに共通していることは、ディスレクシア、難読症ということなんですけども、このような難読症を持っている方が実は、その、文字を読みにくいという欠点をですね、乗り越えるために、自分、例えば人の話をよく聞くとかそういうことをやって、成功する場合もあると。アインシュタインは実は脳が、取り出されて保存されているわけなんですけども、アインシュタインの脳を、解析するとですね、アインシュタインの第一体制感覚野が典型的ではないということが分かったと。でアインシュタインは実は5歳までものをしゃべらあまり言葉をしゃべらなかったということが知られているんですけども、アインシュタインが言語習得に苦労したのはこのせいかもしれないと。一方ですね、それを補うかのようにアインシュタインの顔や舌を表現する脳領域は普通よりも大きかったわけですね。一方こんな研究もあります。天才の多くは片親ないしは両親を子供の頃に亡くしているケースが多いということですね。でこのようにさまざまな困難をむしろ、自分がそれを乗り越えて、個性を発揮するために使えることがあると。これがですね、desirable difficulties、望ましい困難という、概念になるわけです。例えばゴッホなんかは非常に苦しい人生を送ったわけなんですけど、その望ましい困難を乗り越えて、そして自分なりの画境を、確立したということもできると。パーソナリティというのはもともとですね、自分自身の評価、それから他人からの評価というのがあるんですけど、この間には一般に乖離があります。で実は自分自身の評価が他人とのからの評価と乖離するときには、その乖離をかなり正確に我々は把握することができるということがデータから示唆されるんですね。ですから我々はパーソナリティゲームということを考えることができて、我々が自分自身で持っている、自己認識と他人との
認識が違う場合には、それのどちらに合わせるか、どっちを表現するかということのゲームが考えられると。で、自分の、本当の内面を表現することの喜びもあるし、それから、相手の期待に応える方がコミュニケーションがうまくいくことがあるわけで、その、利得の、せめぎ合いの中でパーソナリティゲームが起こると。でパーソナリティゲームというのは、このように捉えるとナッシュ均衡があると考えることができて、でこのナッシュ均衡は、いわゆる、スタグハントと呼ばれるゲームと、同型であることが、示せます。我々は実際には日常において何回も何回も繰り返しパーソナリティゲームをやるわけで、そのことによって、一つの安定したパーソナリティの状態になるかもしれないと。でこのような話はですね、もともと、パーソナリティは、社会的に構築されるというハリスのですね、1995年の論文と、整合性があります。このように考えるとパーソナリティというのはネットワークも打開できるということも言えるわけ で最近ですね、その人間の脳の神経回路網をネットワーク、そのハブとして、を通してですね、解析する研究が行われています。でこのようなハブ構造というのが、進化の過程で保存されていると。でこれはあのヘビーテイルとの、ハブのですね、分布があるということが分かっているんですけど、このような、機能的なハブといわゆるディフォートモードネットワークとの間の関係性も指定されていますと。もともとディフォートモードネットワークというのは、さまざまな感覚情報を整理統合して収めていくわけなんですけど、このようなディフォートモードネットワークの活動は、若い時の方が活発であるということは分かっているわけです。でこのようなそのハブの活動とその脳内の、ですね、パーソナリティの表現というのはおそらくかなりシンクロしているでしょうし、このようなネットワークがですね、さらに、脳と脳を結んだ社会的なネットワークになっていって、パーソナリティが社会的に構築されるということがあるのではないかと思われます。さて最後にジェンダーの話を、に触れてですね、この授業を終えたいんですけども、ジェンダーにおいては非常に注目すべきことがあってですね、つまり女性の、研究、それから専攻がですね、ある特定の分野に限られているというか、ある特定の分野に女性が入ってこない傾向があるということが知られているんですね。例えば物理とか数学とかエンジニアリング、コンピューターサイエンスなどには女性が十分に入ってこないと。でこれは、どちらかというと社会的にこういうふうに条件付けされていると考えているわけですね。女性がコンピューターが苦手だという、そういう思い込みがあると。でチャールズ・バベッジという人がですね、機械式のコンピューター開発機関というのを作ったんですけども、この実は開発機関の上で、人類初のプログラマーと言われるような仕事をしたのがエイダ・ラブラスという女性なんですね。エイダ・ラブラスが人類初のプログラマーです。つまり人類初のプログラマーは女性だったということですね。これはあのイギリスにある、そういう有名な人が住んでいるところにこういうようですね、プラークが貼られるのがあるんですけども、エイダ・ラブラス、パイオニア・オブ・コンピューティング・リブトヒアという、そういうプラークが貼られています。エイダ・ラブラスはですね、ロード・バイロン、バイロン教のですね、子供だったんですね。でバイロン教というのは非常にあの魅力的な人だったわけですけども、She Walks in Beauty という、有名な詩を書いています。このような詩、その他はもう社交界の花形でございまして、ロール・バイロンのことをですね、ある婦人がですね、 Mad, Bad, and Dangerous to Know、気が狂っていて悪いやつで、そして出会うのはとても危険というふうに言ったと。これは非常にロード・バイロンを、表すのは非常に有名な言葉なんですけど、そのロード・バイロンの子供として、エイダは生まれたんですけども、お母さんがそのロード・バイロンのことをあんまり喋らないで、子供の頃から、数学をやろうということをあって、それでその、エイダはその数学の才能を開花させたわけです。当時ですね、その、ベルヌイ数のような計算に、チャールズ・バベッジの解析機関が使われていて、でこのようなですね、時代背景としてはですね、当時例えばの大砲の砲弾の軌跡を計算するときに、その数値計算をする必要があって、そういう数値計算をするための機械としてチャールズ・バベッジの解析機関などは、作られていたんですけども、エイダはですね、そのようなコンピューターを使って、今で言えばコンピューターグラフィックスとかコンピューターミュージック、絵や音楽も将来は作れることができるというようなビジョンを、書いているわけです。これは本当に時代を超えて、素晴らしいことで、まさにエイダは、パイオニア・オブ・コンピューティング、コンピューターサイエンスのパイオニアだったわけで、このエイダのようなですね、存在をですね、私たちはやっぱり女性は、プログラムができないとか、コンピューターは苦手だというような社会的な思い込みを除去するために大いに活用すべきなのではないでしょうか。ところでそのサトシ・ナカモトがですね、2008年にビットコインの論文を書いて、この中で記述されていたブロックチェーンというのが世界を変えているわけですけど、実はこのサトシ・ナカモトという人は、匿名なんで誰のことかわからないわけですね。で今インターネットではミームとしてサトシ・ is female、
サトシ・ナカモトは女性なんじゃないかというようなことを、T シャツを着て訴える人もいます。これは本当に素敵な、ミームだと思うわけですね。サトシ is female、 サトシ・ナカモト、ビットコインで世界を変えたサトシ・ナカモトは実は女性かもしれないじゃないかと、女性も実は、そういうことが得意だということがあるんじゃないかと、エダ・ラブラスの例もあるわけですからね。ですから、こういう科学技術のあり方とジェンダーということも、私たちはこれからいろいろ考えていかなければいけないのではないかと思うわけです。1時間目の授業は以上です。